歴代デュラエースのリアデュレイラーデュラエースはシマノが開発、製造するロードバイク用のコンポーネントである。シマノではコンポーネントにグレードを設けて販売しているが、その中で最高峰に位置する。デュラエースというモデル名は、ジュラルミンという素材、ドゥラビラキと、さらに世界で一番にという思いを込めたエースに由来している。発売直後1年ほどは、 ジュラエースというカタカナ表記だった。これらのフルモデルチェンジのほか、数年ごとにマイナーチェンジも行われている。マイナーチェンジは下1桁、ビッグマイナーチェンジは下2桁の数字の変更によって示される。一部のパーツについては、フルモデルチェンジ前のものが継続生産されることもある。クランクには例外が見られ、七千八百系のトリプルギアクランクには千八百三。 7900K から DA に導入されたコンパクトクランクには7950のナンバーが振られている。追記デュラ、ACE シリーズ内で唯一フロントトリプルのキャパを持たせたのが FC-7803 である。現在7800シリーズは製造終了品となり、市場出回りがほぼなくなったが、フロントトリプル用の STI、FD、FC は 今でも在庫されていることが多い。デュラ、エースコンポーネントウィズクレーンモデルデュラエス e x RD にハッチプレートメカニズム、駆動系にユニグライドメカニズムが採用され、さらに現在に至る潮流を生み出したカセットフリーハブもボスタイプハブと併売された。デュラエースアックスデュラエースアックスではすべてのコンポーネントがエアロ化された。 当時はエアロが時代の最先端との認識が強まっており、実用性よりもエアロ効果を狙った形状が優先された結果、互換性や実用性の低下を招いた。DED ハブにはユニバランスメカニズムが採用され、従来よりも左右対称へと近づいた。またスポーク穴を通過させる方向も揃えられた。カセットフリーの刃は 11T トップが採用された。これは、 フロントのインナー 38T 対応までを含め、駆動系全体のコンパクト化、軽量化を目的としていた。DED ペダルは軽量化しすぎたため、ロードレース中に折れる事故が多発した。このため、デュラエースアックス導入の際に補強が行われた。その際に、重量も増加するなどしたため、計3世代が存在する。デュラエースアックスで採用された。 ニューポジティブメカニズムなどのインデックス機構内蔵のリアディレイラーは7段専用ハブに対応していたが、当時は様々な会社のパーツを自由に組み合わせて自転車を組むこともあった。このようにパーツを組み合わせるには互換性が重要であるが、この機構は互換性を考慮していなかったため、結局互換性の低さを理由に後期モデルではこの機構も取り外された。この時期、 空気力学が重視されるようになり、フロントディレイラーの横型化が行われたが、ケーブルをガイドで90度方向に曲げるために引きが重かった。専用台座をフレームに近づけする必要があるなど、従来品との互換性はなかった。台座やピラー、ダウンチューブのシフトレバー台座などにも、エアロパイプ専用部品が存在するなど、互換性関連で問題が多かった。7400。 7410系、ニューデューラエースとの通称を持つ。デュラエースアックスとは異なり、シフトレバー側にインデックス機構を採用した。当初は子供のおもちゃと揶揄されていた SIS だが、利便性の高さから大ヒットし、すぐにヨーロッパのプロ選手も使うようになるなど、ベストセラーとなった。当初リア6段変則だったが、数回マイナーチェンジが行われ1987年に7段。 1991年に8段と変更された。後にはビッグマイナーチェンジも実行され7410系として発売された。7410系のマイナーチェンジではそれまでのコンポーネント概念を超え STI が取り入れられ世界初のデュアルコントロールレバーとしてブレーキと変速の両方を手元でコントロールするブレーキレバーが導入された。 7 7 0 0系リアが球団変速となった。7 4 0 0系デュラエスでは軽量化より合成が優先されていたが、7 7 0 0系は軽量化と高合成を両立させることを目指して開発された。その一部として、ホローテッククランクが開発された。2000年に行われたマイナーチェンジ。従来製品のネジ類はほぼ全てが鉄クロムメッキだったのに対し、 7700K では、警報金化、スース化、ニッケルメッキシコなど、材質や表面処理を変えることによって、防錆性を向上させている。鏡面仕上げを追求して、ロゴに25を付加した、ジュラルミン形水時25スアニバーサリーモデルやシマのロゴ入りプロスペックモデルが限定発売されたのもこのモデルである。また、メーカーオリジナルオプションとして、 チェーンリング固定ボルトのカラータイプが発売された。7 8 0 0系リアが縦断変速となり、ホローテックにクランクなどさらに、ライトウェイト思想が強化された。一部の部品では7 3 0 0系に見られるようなエアロデザインが採用されている。2006年にマイナーチェンジ、チェーンなど一部部品が新型となり、7801とされた。国内販売はほとんどなかったが、 クランク FC-7800 のアドバンスドモデルとして限定仕様の FC-7800C が発売された。これは FC-7800 の表面をカーボンで形成したもので 7900K パーツの前身とも言える。同じくカーボンパーツとして缶組ホイールも発売された。7700K と同じく 7800K にも オリジナルオプションパーツとして FC-7800 用チェーンリング固定ボルトのカラータイプが発売された。7 9 0 0系、デュラ ACE は常にベストであらねばならないという設計思想のもと2008年6月に発表された。それまでのアルミ合金とチタン合金を主に用いた構成に加えてカーボン製パーツが導入され、さらなる軽量化と変速性能の向上が、 図られている。STI レバーのシフトケーブルは内蔵式となり、無線化された専用サイクルコンピュータのセンサーユニットが組み込まれた。カラーはグレーとシルバーのツートンカラーが主体。変速ギア数は 7800K と同じく10段である。またこのモデルのチェーンには、クイックリンクと呼ばれるチェーンの着脱を容易にするコマが採用されたが、 破断事故やスプロケットとのお隣不具合が発生したため発売後ほどなくして従来通りのコネクトピン方式に戻された。このモデルから D、A 及び MTB コンポの XTR 用のチェーン領主に装着する際の表裏が設定された。7900K からシフターのトリム動作を省略するため駆動系のパーツをほぼ一新。 そのため7 8 0 0系とは続行生産される。ペダルやホイールなどを除き、組み合わせ自体はできるが、ブレーキフィールやシフトフィールに問題が出る。シフター以外は互換性がなくなった。通常の7 9 0 0系と同時に、シフトケーブルを機械式に引くのでなく、レバーについた電気スイッチの信号により、モーターでシフターを動作させるというシステムを実用化した7 9 7 0系。 デュラ ACED2 を発表。操作レバーは、通常の STI と TT トライアスロン用は、ブレーキレバー一体型の ST-7971 の他に、TT バーガーで変速を行う TT トライアスロンシフター SW-7971 を併用できるようになっている。その他にも、スプリンター向けのリモートスプリントシフターや、 シクロクロスなど上フラットを掴むことが多い人向けのサテライトスイッチの導入による幅広い対応力で一般層からレーサーまで各種ドロップハンドルタイプバイク使用者に支持されている。9000系11足化、特徴的な4本アームクランクで軽量化と合成を高次元で両立した左右対称形状のデュアルピボットキャリパーブレーキを採用。 また11足化に伴い、チェーンも11足専用となった。9000発売当初から告知が出ていた 9070D には、少々遅れてデビューしたものの、9000に引けを取らぬ売り上げを見せた。全7970の際のセットしたら一発で、電動稼働。というスタイルから、ジャンクション経由の PC 接続により、ネット環境で細かく調整することにより、 乗り手の好みに限りなく近づけるという新たな取り組みとなり、9000万9070ともにインストールの仕方もがらりと変わった。7970の際の TT トライアスロン用はブレーキレバー一体型シフトと TT バー用シフトスイッチの2種であったが、今回のモデルチェンジによりアップもしくはダウンのみの瞬時、変速が行えるリモート TT シフター7970時の TT トライアスロン用シフターにあたるリモートトライアスロンシフターの2種が展開された。もちろんリモートスプリンターシフターやサテライトスイッチもある。9070より外装式と内装式の両展開となり、内装式バッテリーは C7970 の内装バッテリーは外装用を内装できるフレームにのみ内装と呼んだ。 r 9 1 0 0油圧ディスクブレーキがラインアップに加わった。キャリパーブレーキでは左右のピボットをブースターで接続することで剛性をアップした。クランク式パワーメーターが登場した。リアディレイラーはロード用としては初めて横方向へのせり出しを抑えたシャドウデザインが採用された。D2 では XTR に続きフロント変速とリア変速が連動して作動する。 シンクロシフトに対応した。クレーンとは鳥の鶴のこと。当自動車の外装変速機には鳥の名前にちなんだ商品名が付けられていた。シリーズ誕生世界初ではなく1993年にマビックが電気式シフターとして ZMS を発売しているほか、2002年には島の自身もシティサイクル向けコンポーネントネクセイブで 電動モデルを発売している新型デュラエース発表シクロワヤードありがとうございます。